リージアス科クリニックの浦英吾です。はい、お願いします。これですね、ちょっと先ほど撮らせてもらったレントゲンなんですけどね、やっぱりちょうどこの辺りですね、骨が全然ないんですよ。当院ではオーロン4というちょっと特殊なやり方の歯を抜いてですね、インプラントを入れさせてもらって、ですぐにその固定式のカリバーを入れるっていうやり方がこのような方にはおすすめをしています。骨の状況であったりだとか、あとはまあその下顎の場合であれば血管の位置とかですね、そういうなんでちょっとこう制限が出てくるかも分かりませんけども、最小がやっぱり5本、できるだけ可能であれば6本というふうにさせてもらってます。はい、どうもお疲れ様でした。今日はこの5本でカリバーを支えて、またここがしっかりしてきてから後日ここの部分までインプラントで支えていくような感じになってます。ここインプラントをしっかりとネジで固定されてるんですけども、基本その噛み合わせっていうのは前歯しか当たってないような感じの噛み合わせになってます。なのでその奥で噛もう噛もうと思っても全然噛まないように調整させてもらってるんで、お食事だけ約まあ1ヶ月ぐらいっていうのは柔らかめなものをゆっくりと噛むような感じにしといてもらったらいいかと思います。まあ約1ヶ月でこのままの状態ですけども、だいたいまあインプラントをひっつくのがまあ 2,3 ヶ月かかりますんで、 2,3 ヶ月後にですね、また一度全部外してしまって肩取りをしてですね、で最終のかぶせ物の準備をしていきます。まあ、早かったらまあ3ヶ月後ぐらいにはもうちょっとそのしっかりとした歯が入ると思っておいてもらったらいいかと思いますね。以前ですね、そのオールオン4をさせてもらった患者さんが最初来られた時にですね、怖くてやっぱ歯医者行けないって言ってたんですね。お口の中見させてもらうと結構お口の中ボロボロなんですよ、なんとかこう噛めるようにしてほしいっていうので、当院に来院されてですね、無事手術も終えて、で最終的な歯も入ってですね、今までやっぱ歯なかったので歯出して笑うってことができなかったんですけども、その歯を出して笑うっていうことを結構やってはってですね、私最近太ってきたんですよとかって言われてですね、まあ、その患者さん女性の患者さんだったんですけども、今まではやっぱり噛む力が弱かったりだとか噛むことがあんまりできなかったんで、もうほとんど流し込むような感じでお食事されてたんですけども、まあ、しっかりオールオン4をすることによってですね、噛めるようになって笑顔で笑えるようになってですね、非常に明るい表情になって、で前向きになられて非常に喜ばしい結果を得られたかなと思ってます。まあ、当院のコンセプトはもうその笑顔で通える院っていうのをやってきていますし、みんながこう笑顔で会話ができてっていうのがこう理想かなと思っています。歯科治療を怖がってはる方であったりだとか、なかなか行きづらいところやと思うんですけども、どっか一歩こう踏み込んでしっかりと治そうっていうふうに思っていただけたら、うちで相談してもらってですね、いろんなこう治療方法というのが提案できるかも分かりませんので、ちょっとやっぱ歯医者怖いけどもどうしたらいいんやろ、どこ行ったらいいんやろっていう方がおられたらですね、ぜひ当院にご相談ください。よろしくお願いします。